11月23日、世田谷公園の軟式野球場で野球をやってみたいという子どもを対象に、ティーボールの体験会が行われました。子どもたちが野球に触れるきっかけにしてほしいと、東京ティーボール連盟が主催して毎年行われているこの大会。今年は女子を中心とした子どもと保護者がおよそ100人集まりました。ティーボールは経験がなくても野球の楽しさを感じられるように考えられたゲームです。ボールを使ってしっかりとキャッチする練習をした後は、講師から遠くへ投げる方法も教わりました。バッティングでは楽しみながらボールを打つ体験をして、打ったらすぐに走る走塁の練習も行いました。後半はチームに分かれて試合を行いました。子どもたちは攻撃でも守備でも全力で走ってプレーしていました。楽しかったです。初めてだったけど楽しかった。思ったより打てたし、飛ばせた。参加した子どもたちはよく晴れた球場の中で夢中になってボールを追いかけていました。